はい、皆さんどうも K でございます。今回はですね、こちらメタニウム MGL のレビューをしていこうかなというところです。アンタレスに引き続いてね、2016年モデルなんですけど、これがね、素晴らしいんですよ。本当にまずメタニウムっていうのがね、どういうリールかっていうと、もう一言で言うと最高のバーサタイルリールかなと個人的には思ってて、スプール径が 34mm で、糸巻き量もいい感じ、絶妙、そんなに多すぎず少なすぎずで、しっかり円筒もできて、近距離でも非常によく飛ぶと。気持ちいい。いつもスティーズつけてるんですけど、キャストフィールがやっぱりスティーズより気持ちいいわ。 SVS 最高。ちょっと待って、今めっちゃ気持ちよかった。このロッドにねつけてたのはスティーズだったんで、 M ロッドにつけた時の感覚を忘れかけてたんですけど、何これ。気持ちいい。はい、すいません、のっけからブレましたけど、もうね、多分メタニウムを使ってらっしゃる方非常に多いと思うんで、とやかく言うつもりはないんですけど、今回この16になって何が変わったのよと。15メタニウム DC とその前に13メタニウムがあるんですけど、機能で言うとね、 MGL スプールであったりとかサイレントチューンっていうのがついたりするんですけど、そんなややこしい話は置いといて、実質使った感じどう違うのよというところなんですが、13メタニウムかこの MGL、 今どっちにしようかなと、13の方が安いしなみたいな感じで迷ってらっしゃる方がいたら、僕はちょっと足してでも1万ぐらい足してでも僕はこっち選んだ方がいいんじゃないかなと。っていうのも、13に比べてもうほとんど、もう全部と言ってもいいんじゃないかな、パワーアップしてる。まずね、巻き心地が全然違う。明らかに巻き心地がいい。で、前これシマノにも聞いたんですけど、MGL スプールのね、恩恵ですよっていうのをね、おっしゃっていただいたんですけど、僕はね、割とサイレントチューンの効果もあるんじゃないかなと思ってて、よく考えたらね、サイレントチューンも13メタニウムとか 15DC についてないんですよ。で、ベアリング位置の関係で巻き心地が非常に良くなっている可能性もあるかなと。でね、こういう比較的軽量ルアー、これよりもっとちっちゃくてもそうなんですけど、それを使う時に明らかにスプールのレスポンスがいい。MGL スプールになったっていうのと、糸巻き量も減ったことによってスプールの立ち上がりがね、13よりいいっていうことは、そのスプールをね、最大限に活かして、こういうちっちゃいルアー、もっと軽めのルアーでもいいんですけど、ピッチングとかこういうオーバーハングに入れるようなね、近距離のキャストとかで非常に役に立つと。その点が13よりアップしてる。まあ、簡単に言うと、近距離から中距離のスプールの立ち上がりがさらに良くなったよと。加えてこの巻き心地も明らかに前より良くなってる。たったこれだけかよって思うんですけど、これがね、13とこの MGL を使ってる人はね、結構顕著に感じてるところじゃないかなと思ってるんですけど、快適さが違う。で、ちょっとまあお任せしたいのは、13メタニウム持ってて MGL に買い替えるかどうか検討してらっしゃる方、その方はお財布と相談かなっていう感じですね。持ってなくてどっちか検討してる方は絶対こっちなんですけど、すでに持ってる方で買い替えようかなっていう方は自己判断でっていう感じ。ちなみに僕なら買い替えます、というかもう買い替えました。ですんで僕は今13持ってないです。こっちの方がいいから。じゃあ DC と比べてどうなんだっていう話なんですけど、これはね、前にも試投の時にちょこっと話したんですけど、やっぱりね、トラブル劣勢っていうのは絶対 DC には勝てへん。それは無理。ここのね、ニュー SVS のインフィニティが調整しやすくなったって言っても、やっぱりね、 DC ブレーキのあの自動性というかオートマ性っていうのかな、あれはやっぱり超えられんわ。それは負けるけれども、この MGL のメリットであった、こういう軽量ルアーのピッチング、それから中距離までのこういうような近距離中距離のキャスト、これは DC よりもやっぱりスプールのレスポンスがいいんで、低弾道で決まりやすい。アンタレスのレビューした時にはちょっと言ったんですけど、まあ、ノイケとかでね、近距離中距離が多い方、ピッチング、そういったものが多い方は MGL ものすごい活躍してくれると思う。で、じゃあ遠投できないんですかって言われればめっちゃ飛んでる。もう十分、もちろん遠投にも使えるし、で、今までと比べて近距離と中距離、それからピッチングとかのレスポンスがさらに良くなったよと。で、スプールがね、立ち上がり良くなって軽くなったっていうことで、
軽量ルアーへの対応力も非常に増してるという感じです。よく聞かれるんですよ、 DC か MGL かどっちにしようか迷ってるんですと。トラブルレス性能が欲しい方はもう DC、 これはもう間違いない。いや俺は SBS 調整するんだよとか SBS の投げ感が好きだよっていう方はもう絶対こっち、間違いなくこっち、 DC より巻き心地勝ってる軽量ルアーのレスポンス、これが違う。だいたい4分の1ぐらいがね顕著に出るかな。あ、じゃあ K さんと DC ってトラブルレス性能だけなんですかって言われるとそれまた困るんですよ。そのトラブルレス性能って一口に言ってももうねストレスが本当にないんですよ。メタニウム DC は風が吹いてきたからちょっとブレーキちょっとこうしようかなとかもうそんな関係ない、そのままぶん投げれば勝手にやってくれるからそれがねどれだけ大きなメリットか。僕がよく DC 使うのそのせいなんですよ。ぶっちゃけ12アンタレスよりもアンタレス DC の方が楽ですからね。いくらね調整幅が大きくなってこの SVS ね中を開けなくても調整できると言ってもいい感じのセッティングにしとくとちょっと逆風が吹いたりするとね親指に気使わないといけなかったりするんでちょっとその辺が難しいかなっていう感じ。設定としては若干安全パイを残しつつ快適にキャストができるぐらいのブレーキセッティングにしとくのが一番いいかなっていう感じです。でシマノのプロモーション動画で、まあ、イオケンさんとかも言ってるんですけど内部のブレーキはねもう全部オンにしといて外だけで調整できますよって言ってるんですけど SVS の気持ちよさを追求するならこの内部のブレーキはいじった方がいいです。全部オンのこの一番最弱の1で投げるよりも1個オフにして4で投げた方が快適だと思う僕は。確かに内部全部オンの外だけで調整しっかりできるんですけどルアーによっては内部をオフにしたりとか調整した方が最高の気持ちよさは得られるかなっていう感じで。糸巻き量なんですけどちょうど今ねルアーを回収しきった状態でほぼ満タンっていうかパンパン、いつも言ってるんですけどリールにはね、まあ、適正量の糸を巻いた方がいいかなと。で、まあ、例外的に近距離をねよりスプールのレスポンスを上げたいとか糸巻き量というか最大の巻き取り量を抑えたいっていう時に意図的に糸を減らすことはあるけれども基本的には目いっぱい巻く感じで僕はいいと思います。で糸が減ってきた場合にはこの中の SVS が全部オンの状態だとちょっと不便に感じることもあるんでもし糸が減ってきたら中は随時オフにしていく、そんな感じで。合わせるロットなんですけど僕は M か MH がおすすめ。今 M につけてるんですけどこういうちっちゃい僕の得意なね山線香の5インチも使えますし8分の3スピナーベイトとかクランクベイトとかもう何でも使える。でライトカバーとかも打てるしね。で MH につけた場合でもメタニウムの MGL スプールっていうのがすっごい仕事してくれるんでめちゃめちゃ重くない、だいたいカバー打ちでよく使うであろう8分の1から2分の1ぐらいのラバージグとかテキサスはもうお手のもんよ本当に。でおすすめは M か MH なんですけど H につけて2分の1オンスのラバージグとかをカバーにねビシバシ打っていくっていうのも全然あり。でこれアンタレスの時にも言ったんですけどまあ MH 以上につけて近距離中距離とかではなくて広範囲を探るルアーいっぱい使うよと。で MH とか H につけるってなると必然的に使うルアーも重くなってきますんでそういったパワーのロッドで広範囲に探るような使い方をする場合はスプール系の大きいアンタレスとかの方がよろしいかなと思います。剛性感も出るしね。うん、はっきり言ってねめちゃくちゃいいリール本当に間違いなく外れというか後悔はないリールなんで34ミリ系のリールでお悩みならぜひメタニウムを。じゃあ最後にね SVS でスキッピングをするとき、まあ、メタニウムとかを使ってるとスキッピングするようなシチュエーションっていうのも結構あると思うんですけどそれの設定の仕方をお知らせしとこうかなと。中の SVS はルアーが最適に飛ばせるような状態にセットしたままで僕はこのメカニカルブレーキを締め込んでます。クラッチを切って揺すればルアーがちょっと落ちるぐらいこれに設定してます。キャストするとノーサミングで勝手に止まるぐらいで慣れれば緩めてもできるんですけど最初はねこんな感じで練習してもらえるといいかなと。
SVS を閉めると飛距離ががっくり落ちるんで、この状態がベストかなと。でこれでもできない方は SVS をもうキツキツにしてください。であとは本当に水面とこう水平に水切りするようにやってもらえれば簡単にスキップすると。慣れてきたらね、メカニカルを緩めてもらっても普通にサミングでうまくできるようになるんで、練習していただければなと思います。こんな感じ、ちょっとバックラッシュしてるね、うん